3キロの銃を自在に操るものであり、昭和46年以降、航空学生の伝統として、規律を守る心、協調性、団結心などを育むために受け継がれてきたものです。本日の指揮官は、航空自衛隊生徒第51期出身、岩国航空地祭にて学生、そしてドラムメジャーは鹿児島県鹿児島実業高校出身、網塚聖吾学生です。演技の途中で2回に分けて空砲を発射します。大きな音にご注意ください。Thank you.
島田一日軍司令に対し捧げつつの敬礼を行います。海上自衛隊と航空自衛隊の方がね、迫力が違う。これで海上自衛隊第62期航空学生によるファンシードリルを終わります。引き続き展示会が行われます。